人にね、特に公的な謝罪をするときには抑えておかなくちゃいけないことがあるんですよ。2014年にモントクレア州立大学が2000年から2012年にかけてメディアで放送されたいわゆるこうセレブとか有名な人の謝罪シーン、これをですね、集めまして、どういった謝罪が、まあ、一番納得されやすかった謝罪なのかってことを調べたっていう、世論調査を行ったんですよ。で、調査のサンプル数10万件で、そのデータを分析したときに、やった方がいいこととやってはいけないことっていう、ものがですね、実は判明してるんですよ。で、まずはやってはいけない謝罪、4つポイントがあります。はい。1つ目、やってはいけない謝罪、その1、言い訳をする、行動の正当化をするですね。はい。これはやると火に油ですね。まあ、わかりますけどね。その2、やってはいけない謝罪、その2、他人を責める。はい。当然ながら被害者を責めるのは問題外だが、他の人間に責任を、なすりつける、この人の独断でした、みたいな、ことを言うのもダメですよ、という話ですね。やってはいけない謝罪、その3、自分の抱える問題やトラブルについて説明する。まあ、被害を受けてる側からしたら、相手が、例えば、いや、実は私もやむを得ない事情があって、こんなことで苦しんでいて、とか、こういう風になんか大変なことがあって、こういう誤解があって、とか、まあ、謝れる側からしたらどうでもいいじゃないですか。それを言ってしまうっていうのは、かえって火に油になると。自分の抱える問題やトラブルについて説明する。はい、これ3つ目。続いて4つ目です。はい、4つ目はですね、自分の発言や行動が起こした問題を矮小化する。例えば、いや、これはそんなに大した問題ではないと思います。とか、いや、これは単なる誤解であって、なんかその、あなたを害するために言ったもんではありません。みたいな、よく言う人いますけれども、こういうふうに自分がやった行動とかの印象って相手が決めるものなんで、それを自分から矮小化する。大したことじゃなかったですよって言っちゃうと、まあ、火に油なわけですね。はい。じゃあ、どういうふうに謝罪になるやるべきかって話なんですが、まあ、一応謝罪やるべきこと4つ、このモントクレア州立大学の、ね、研究を見てみると、被害者がいる場合は自分を被害者の立場においてどんな言葉が、自分が被害者だったらどんな、言葉が聞きたいかってことを考えて発言しましょう。これが1個目、やるべき謝罪ですね。はい、やるべき謝罪その2、常に被害者、被害を受けた人間に向けて言葉を発し、罪を認め、許しを、自分がやったことは悪かった、許してほしいということを言えってことですね。はい、常に自分がどうこうって話をするんじゃなくて、謝ってる相手に対して言葉を投げる。当たり前なんですけどね。これが2つ。許してもらえる謝罪というか、正しい謝罪です。その3、もし可能であれば、賠償と強制の手段を申し出る。もし、ね、そういうことをね、感じてるんだったら、こういう風に私たちは次に会います。あるいは、こういう風に二度とそれが起こらないように、実際に、こう、手段を講じますということを言いましょうと。最後は、許しい謝罪。その4ですね。自分の行動と発言を謝罪し、決して自分が誤解されている部分などについては触れない。私は誤解されてるんです。違うんです。知るかって話になっちゃうんでね。はい。ということなんですよ。はい。まあ、これがやるべき謝罪でしたね。はい。研究チームこのようにコメントしてます。謝罪において有効なことは至って常識的なものばかりだ。しかし本当に驚くべきなのは、あとはですね、権威、いわゆるこう、なんか権威がある団体とか責任がある団体や会社、組織が、今言ったやってはいけない謝罪に並んだ行動を取っていたことだというふうにですね、言っているそうですね。ということで謝るときは、まあ、今言ったことを念頭に置いて謝ってもらった方が、これ以上なんかネガティブなことにはならないんじゃないよって話で、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと、僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。